いよいよ決勝戦がスタートとなります。まずは原根選手、進化する三日市からスタートしていきます。原根選手めちゃめちゃ進化しそうな手を出してたような、うん、三日市だらけに見えましたが、どうでしょう。ここで即座に巻きつけ指、これがはまってしまうと、もうまあそうですね、このままリシュカーまで綺麗につながるようなことがあるとすごい打点になってしまうので、原根選手としては最低でもクリーチャー、まあ、可能であれば除去。稲妻が見えますので、ここは即座にやはり、さあやはり大量の進化する三日市が、そうですね、すでにもう2進化していますが、3進化目が置かれようと。さあ参加者245名が集まったこのアモンケット環境名人戦ですが、残っているのはこの2人と、2人で勝った方が環境名人称号を得ることになるんですが、ここで日差高橋選手ちょっと4枚目の土地がないですかね、うん、とはいえこの日差も落ちていると当然、そうですね、まあ、やっぱりヘビが出てきて突然プラス1と思ったらプラス2になったりするんで、まあ、奥義も強いですし、おっとしかしさあチャンドラ引いてきましたね。さあここでですが、決勝戦始まりましたので、今回の環境名人戦トップ8のデッキリストがカバレージページで発表となっております。ぜひこちらの方をご覧になった上で観戦していただければと思います。さあチャンドラ、突破チクレイナズマでしたが、これを追放して西さんの中性子削っていきます。まあ、これはもう最高に近い返し方ですよね、うん、さあそして土地がないか、早速座にマイナスしてチャンドラに、うん、これも応戦としてはかなり、まあ結構苦肉の策感はありますけど、他に選択肢もなかった。なるほどなるほど。し今プラス、あマイナスで使える最後のタイミングだったんで、うん、まあ、高橋選手としてはちょっと苦しい、使わ、もう使わされたみたいな、ここも勝負どころとなりますが、原根選手手札には打たる深海機が2枚見えるような見えないような感じなんですが、まあしかしやはりヘビのプレッシャー、今もう4号とすでにかなりのサイズなので、との取り組み、さあそして何もない土地しかない。さあこれはちょっと、まあ、土地を持ってくるが、与えた上でこじれクリターン、おー、まあちょっとこれも使わされた感じですね、うん、まだまだいい勝負です。ここで高橋選手土地が引ければ、しかしバリスタ
ですが普通の追跡者追加していきますね。まあ、これでだいぶ時間は稼げたので、うん、高橋選手が土地がないことも含めてちょっと原根選手が若干有利かなぐらいですね、うん。原根選手マナが歴史拠点でエネルギーがないのに、そうです、まあ、仮にエネルギーがあってもあんな出し方はしないの で、 そうです、ね、さあこれで生成屋を戻してさあ高橋選手ここはもう是が非でも土地が引きたい、うん、土地さえ引けばおーっと、ね、なんとかまあただは、原根選手が置いたら深海球を持ってるとおしっかり潰していきます、うん、そして6点しかも今致命的な一つも引いているのでさあしかしここコッパ おこれも引いている引いているさあここで巨人が出るとが引けるかちょっと違うちょっと違う似てますねさあ高橋選手としてはここで巨人を出して、うん、こじれくリターンの圏外に逃げたかったんですけど、うん、ちょっとそれが叶わず、まあ、もう行くしかないですねこのターン一ターンだけもう深海機が出てこないことにかけてフル展開してさあタック点さあ引いたのは深海機深海機押し切りました1は決勝戦1本目は高橋優太選手の勝利となりました原根選手も土地が引けてると深海機連打で逆転も見えたんですが、うん、7マナでストップさあ2本目は原根選手の先手でスタートしますかなり魚貝の応酬もありますしちょっと重そうですね、まあ、バランスは良さそうに見えるんですが、うん、ちょっと初動が遅いかといった感じですがさあここでここからの取り組みをエンドに打っていきますねさあ土地を手に入れてまあただあいつもねちょっとなかなか放置するにはあまりにも強いのでさあ早速ドローしていきますまあその分手札は濃いと思うのでタモニッサそうですねかなり綺麗に動いてますね、うん、あすいません今のところうん、まあ、若干ですねそんなに差はない少しほんの少しです、ね、当然アタックに回るとそして2体目
おお、こじれクリターンと置いてある深海機、そして領海の応酬もとは栄光をもたらすものも手札に1枚あるように見えますが、対する高橋選手ですが、真長銃のこと緑巨人のようなカードも、グローリーブリンガーあるとけど、かなり原根選手がこの後、うん、巻き返していけそうですが、土地もしっかりありますね、うん、ニョキニョキいや本当にいい勝負ですね、お互い手札、うん、充実してるので、すみません、今カード出しているのは井川さんとは何ら関係がございませんなぜか井川さんが攻められてますが、井川さんがシドニーですか、ね、そうですね井川さん踏んだり蹴ったり、アイスを折らされてなおかつ井川のせいみたいになってるっていうさあここはしかし難しいですね、3-2、3-2もまあ西さんにプレッシャーをかけてくるので、まあ、もう全力で日産を守るプランも考えてはいるかもしれないですね、うん、ここで不屈の追跡者、そして苗木トークンを追加と、さあしかし現れるは通常であればグローリーブリンガー出していくのが、グローリーないんじゃないですか、蓄霊ですかね、わかんないです、ちょっと見えないですが、ない可能性もありますね、あの左から2番目ですね、あれが、まあ、確かグローリーっぽいが、あ、さあ来ました、豪快に、さあここは特例して靴の追跡者を除去していくと、さあこうなるともう一気にブロックブロックたまらずといった感じですね、おお、しかしいろいろ何でもできますね、オブニクシリス、いや、いい勝負ですね、うん、基本的にあのサイズが大きいクリーチャーはあの色だとなかなか触れないので、うん、機械巨人もかなり頼りになりますし、まあ、この一旦特例のラグを生かしてこのターンは攻撃手段を展開してもいいですし、ガツン、ガツン、88とは限らないですね、失礼しました、はい、2個ずつ乗せていきました、まあ、とりあえずタコに勝てたらいいかなという、うん、さあしかしここで火を吹く、この応酬8になって3ですかね、もらうやでと、さあそしてニッサに、これはけどこの機械巨人まで綺麗にさばかれちまうと相当原根選手が来てます、そして次には特例が開けると、高橋選手の手札には木村獣のこと西田、そしてオブニクシリスが今ある状態です、うん、まあ、ただあれぐらいしか、あれかバラルぐらいしかないといえばないので、うん、まあ、オブと機械巨人だったら、まあ、あのターン特例のことも考えて先に攻撃手段から出すのは自然かなという気はしますけどね、あそこで出さないとなかなか出すタイミングを今後なかなか見出せなくなりそうなので、オブニクシリスを追加してこうもたらすものを除去、
今回のしかも狐っぽさが増してます。タヌキか、タヌキっぽさが。タヌキっぽいですかね。どうなんでしょうね。まあでもまだ原根選手が少し有利かな。これは当然オブニクシリス落としていくとは思うんですが、やっぱりこの後ですよね。ならず者の生成やっと置いたら深海域がそれぞれ男選手の手札見える状態です。ミスターから落としていきましたね。まあ、次のターンオブニクシリスは、うん、まあ、3なかったら大丈夫だろうと、うんうんうん、ここで石かな結構弱しているでしょうと。そこの石かなどうでしょう、まあ、当然強力だと思うんですが、まあ、そうですね。もう盤面がさらに、うん、まあ、ただでさえ高橋さんの方が盤面で負けてるので、能力でドローしていきます。さあとりあえず巨人はなんとか落とすそうですが、闇の掌握と合わせ技で、うん、今かなり有利ではありますけど、次のターン巨人が落ちた後、うん、そうですね、ちょっとまだわからないですね、うん、リソースは高橋先生が若干手札とかは多いんで、盤面さえライフもまだあるんでしのぎ切ってしまえば、また高橋選手ちょっと若干あの巨人を除去する際に結構全力を出さないとダメなんで、うん、まあ、原根選手がさらに1手2手多いと厳しいですね。キバナガジの子高橋選手の思惑としては闇の掌握しつつ、こいつのサイズを上げて、うん、巨人をとりあえず打ち取って手がかりで引きつつ、ただまあこのブロックが仮に除去で邪魔されるともうさすがに返せないですね、うん、それそんなに余力はないので、今どうアタックしようかというのを考えているところかと思うんですが、全部いきましたね。さあ雲は本体ですかね、うん、雲が本体、巨人がオブニクシリス、そうですね、ちょっとオブに1点も与えられないと、うん、除去されてしまうわけですか。さあとりあえずパンプしたいですと、うん、まあこのタイミングで悩むということは、うん、まあけどこじれくリターンだとあんまり、もう一回パンプできるんであんまり意味がないように見えるので、うん、さあ3-3になりました。そして闇のショック、これを返せるか、あーしっかり持ってる宿の霊が、ここで宿霊の像を打っていく、まあ、でも殴り方にはちょっと余裕がありましたね、その、うん、雲が全然
オブに行ってないんで、高橋選手、手がかりを生贄に捧げずエンドしてるんで、絶対何か構えてるの分かった上で突っ込んでるんで、うん、そういったヒントみたいなものはちょっとあったと。そうですね、じゃないともうちょっとオブに行ってたと思います。その最悪高橋選手が仕掛けてきた時に少しは抜けるようにいかないと、うん、さあそして一気に劣勢になりました。オブマイナス4、巨人がマイナス4されてて 2-2 になってたんで、3の状態から2点入って1ですね。闇の掌握はされてたので、さあ今のところかなり劣勢。このターンしかしヘビ絡みで、パンプができればといったところですが、パンプはできないかちょっと順番間違えた。うん、どうですか結局今オブは、まあ貢献はしてるんですけど、そのヘビーからの急展開を嫌ったと思うんですよね、うん、まあ、こういう状態になった時にさっきニッサが残ってるとヘビーからクリーチャークリーチャークリーチャーパンプってやられると一気にこういう状態になってしまうんで、それを嫌ってニッサから落としたんだと思いますけど、うん、まあ、あとオブあんまり頑張って落としてないように、さあここでもう足りてますね6。さあエンド前にタコが出てきて本体が死亡、うん、というわけでアモンケット環境名人戦決勝2本目を原根健太選手が取り返してゲームカウントは 1-1 と。さあこの3本目で初代環境名人の座が決まることとなります。さあ高橋選手はお互い7枚キープ、やはりコメントにもありましたけど先行のこの黒緑の爆発力というのはやはり恐ろしい、ね、とんでもないです。蛇が残っちゃった時はやっぱりもう、うん、ここはタップランドしかなかったんですかね。いやアンタップもあったと思います。多分花盛りのなんとかはあったと思います。ここは霊気との調和から入ってきましたね。うん、ヘビはあるように見えますし、アンタップも多分あったと思うんですが、うん、あ、ごめんなさい、ゲージが。さあここでなるほどなるほど、まあ、なんか高橋選手はあれですね、もう原根選手2ターン目除去しかないから2ターン目にあえてヘビを差し出すことはないと、うん、生き残った時のリターンとかじゃなくて原根選手の、まあ、これでもう2ターン目3ターン目って飛ばしてるようなもんなんで、うん、クリーチャーをあえて出さないことで原根さんに何もさせないプラン。なるほど、まあ、実際今チクレイは持ってるんで、もうヘビは乗せるときに出せばいい。そうですね、それぐらいの感じだと思います、うん、もうこれだと原根選手も除去をかなり打ちづらいんで、ここでゴンティに除去みたいな、うん、除去構え、除去端の相手に強いムーブをしている。さあそしてチャンドラを手にし、うん、これさすがですね。やっぱりそのヘビをちゃんと持っておくことによってこのニッサも行きますし、でうまいですね。これはもうだから原根くんが隙を見せた瞬間にヘビでバッとパンプできるんで、うん、でこれだとこじれっくりターンもチクレイも全然大したことないんで、うん、これはかなりファインプレー、うまいですね、さすが。もうこれ手札に除去しかないと地獄ですよね本当に、まあ、このターン本当ゴンティとか
意味のないトークンを除去するかしかなくて、まあ、序盤の数ターンをプレイングで無効化されたみたいな。もう実際こうなってくると高橋選手が動くときってのはもう意を決したときとか、うん、もう原根くんが隙を見せた瞬間ぐらいしかないと思うんで、今かなり苦しいですね。高橋選手のファインプレーが光る。さあ隙を見せるとヘビニッサが一気に襲いかかってくるので、うわあ、そしてさあここでまあミド巨人を引いたんですけど、まあ、ここまでもう徹底してこじれくりターンもチクレも効かないようなプレイングをしているので、うん、まあ、多少難しいといえば難しいですね。5枚目の土地を置いて、ニッサの下にあるの何かなと思ったらゴンティで取ったからですね。そうですねさあ来ました、さあ割り振りが、まあ、こじれっくりターン表であんまり損しないようにはいきそうですけどね、うん、で、こじれっくりターンの裏もケアして巨人は5に5、6以上、6以上にしそうですけど、巨人にゴンティ1、トークン1じゃないですかね、多分1、1、2かな、巨人だけ2か、今ちょうどチクレイでも4点しか打てないんで、うん、まあ、わかりません。あんまり巨人に行きすぎるとチクレイで巨人殺されて、うん、まあ、それでも十分じゃ十分ですけどね。もう巨人には1個でいいのか、ここで巨人に1個にして相手がチクレ打ってこなかったらその後解決した後に2差でプラスができるんで、多分巨人には1個かな、うん、巨人に1、さあここでもう置く前にとで2差でパンプしてもいいですし、まあ、パンプしても良さそうですけどね、うん、まあ、チクレからもチクレでかなり届かない方がいい気もしますが、まあ、増えるときは増えるんで2個ぐらい増えるんで、まあ、増やしても良さそうですけどね、プラスしても良さそうではありますが、これはそのままでプラスでいきましたね。まあもう奥義もちらつかせながら、確か取ったカードがおそらくチャンドラなんで、チャンドラまで出てきてしまうとさすがにと、まあでもこれ本当にプレイングもかなりありましたね、うん、2ターン目ヘビを出さないせいで一見ちょっとねあれというプレイだったんですが、そうですね、まあ、ここまでちゃんと春選手の序盤を無駄にするために、まあ実際ももう隙を見せたらヘビニッサが襲ってくるというかなり絶望的な場になってしまっているので、こっから勝つのは相当厳しいですね。トランプルもあるんでなかなか、しのぎづらいですね。石かなも紅葉もかなり遠いですけど、仮に紅葉しててもちょっとしのげるような量ではないので、お、しかしこれは、かなりいい方ではありますが、ここからけどタコにつなげてこじれくりターン、もう1枚あると全部に10点とかあって逆転も見えてきますが、さあ先ほどはこの勝負を決めた両替の応酬、今回もヘビ、そして2枚目のニッサがあるように見えますね。土地土地ヘビニッサですかね。さあここまでずっと温存しておいた、ここで一気にカウンターを乗せに行きます。
さあここで止めてしまうと必殺のチャンドラが、さっき闇の小学校も食らってるんで通しそうなもんですけどね。うん、そうですね、闇の小学校さっきのゲームで重くそいい戦闘で食らいかけてたので、それはしっかりケアして動くと思いますが、さあただもう手札的にそれをケアしている場合じゃないんだったらブロックに行くでしょう。さあしかしここは避けしてテイク、7点テイク10ですかね。ここから一番簡単に手っ取り早く逆転するにはこじれくリターン表で打ってタコで10点、さあ2差を出し直してさらにプラス、もう5点は何のその、そのパターンでない限りはといったところですね。この裏返っているカードなんですが、これがゴンティによって出たカード、これおそらくチャンドラであろうと、花江さんのチャンドラであろうという感じですね。どこにあっても何のカードか当事者以外全くわからないです言われないと。怖いですよね。さあウギンの聖域をキャストですが、タコがあるのかといったところなんですが、ちょっと青マナがないのでこのターン出せない。なんとかしのげるか。さらに追加。さあフルタップ、高橋選手盤面は圧倒的なんですが、手札は今のところ土地のみと感じですね。しかしこの裏返っているカードがゴンティによって隠されているカード、これがおそらくチャンドラであろうとって形ですね。難しいですね。ゴンティは息毒なんですが、どこまで行くか。ヘビも行ってよさそうですけど、ゴンティとヘビだけ行くと、ゴンティは3人でチャンプ、ヘビは2体でダブルかみたいな、あんまり美味しくないブロックになりそうなんで、そうしたら戦闘後に、さあここで姿を現したチャンドラ。さあゴンティの力を借りて、もうチャンプすら許さぬ。さあこれでフルアタック、パッと見これはもうしょうがないんで、ゴンティチャンプの 5-5 で 4-5 を止めてしか選べなさそうですけどね。ちょっと真面目な局面で大変申し訳ないんですけども、高橋名人トークン16連打っていうコメントがちょっと面白くてなってしまいました。もうここはもう闇の小学とは言ってられないんで、普通に行くしかないですね。さあう
そうですね、次はまたニッサもプラスがあるんでミシュラもブロックしなきゃいけない、うん、でチャンドラの2点と遠くの2点もあるんで凄まじく積んでるように見えますね。もう高橋選手はトークン、チャンドラでも4点、ミシュラでも4点なんで、原根選手はもう1体も通せない、トークンですら通せない。いやすみません、高橋名人若干わからなかったです。ちょっと今伊藤渡るフルボッコになってる状態ですので高橋名人、うーんと思って、ここはちょっとファミコンこのまま流していただけると非常に助かるんですけども、さあもうかなり絶体絶命。ここはアタックに行ったということはそこ止めた方が良す、ああトランプルか、すみません失礼しました。深海域がありそう、まあ、深海域しかないですね、もう、さあまあもうこの深海域は高橋選手も絶対に分かっているのでどう攻めるか、うん、すいませんでしたネタが分からなかったゆえ、あと盤面がかなりいいとこだった、はい、すいません。いや、あのミシュラランドの場合はあのニッサで乗っけない限りは致死量にならないので、再建に捧げてリターンも誘発して、さあとりあえずでかいところとミシュラを、さあリターンが解決した後にクリーチャークリーチャー化して全てを 4-4 にしてターン終了、うん、これでもう次のターン も, ほんもうどれも通さんぞと、一匹通したら死ぬ状態にして、ここでヘビにシュクレイナズマを打って除去と、まあ、これが成功するとミシュラが3にしかならないんで1体は通せるような余裕ができる、うん、お、まだけどこれはまだ微妙に微妙に、まあ、ただゴンティがちょっと凄まじいサイズなん で, ここ で, で相手は全員接種持ちで、さあ原選手の手札かなり高橋選手と対照的にスペルは揃っているような感じなんですが、果たしてこの猛攻を止められるのがあるのかというところですよね。さあ行きました。さあここでおーしかしこれはどうでしょう、公園もしっかりしてる。さあトランプルがいなくなったんでまだまだ高橋選手多分手札土地だけなんで、うん、まあ、しかし行くしかない。さあまあゴンティは諦めて、これけどももう一回シュカナをなんかで出すだけでかなり有利になるんで全然持ち直しましたね、うん、さあ試合はもう殴り合い、あけどこれは高橋選手息切れしてると全然巻き返せそうですね。さあせせや、さあ一時期はかなり圧倒的な場面だったんですが、ここに来てギリギリ目が見えてきましたね。ここで5点、あーしかも回収もある、あーすごい、これはけどかなり逆転してますね、もう一気にこれぐらいいっても良さそうな。原根選手次もタコ出せて、なおかつ場にウギンの正規ですねがありそうなの で, 出てます、ね、タコがもうかなり3回ぐらい約束されてる。さあここはそこで原根選手気をつけることと言いますか、負けないぞというのは、そんな突然死はバリスタぐらいですかね、ライフ4。さあここで選手配置ですが、
さあここでグローリーブリンガー栄光をもたらすものも見えている。パッと見けども本当にバリスタ以外じゃ逆転できないんじゃないかっていうぐらい高橋さんが劣勢に。そうちょっとですね、閉店時間過ぎてまして店内が静かになってしまっていてフューチャーレイが聞こえる可能性があるので少しだけちょっと、音量の方ですね落とさせていただきます。おおすごい。というわけでアモンケット環境名人戦初代環境名人となったのは原根健太選手です。おめでとうございます。いやすごいですね。あそこのチャンドラあたりはもう詰んでるなと思いましたけど、いやすごいですね。よくまくりましたね。